はい、どうもまっすんでございます。仮運組が終わりましたんで、ボディにサフを吹いている分を一層めくっていきたいと思います。で、使うのはタミヤのフィニッシングペーパー、耐水ペーパーですね。水研ぎができるタイプ、水研ぎができない普通の紙ヤスリでもいいんですけども、こういう研磨をしたりするときにはすぐ目詰まりをしてしまって、ペーパーすぐ使えなくなっちゃいます。なので耐水ペーパーでやることによって、余計な削った削り粉は水にこう、溶けるわけではないですけど、水で流されていってですね、ペーパーが長持ちするということと、あと今余計なものがですね、ペーパーとボディの間に入り込んで、余計な傷をつける心配が減りますんで、私は基本的に耐水ペーパーを使うようにしています。で、使うのはこれなんですけどもね、はい、これを1枚丸まま使うと大きすぎるんで、これダイソーで売ってます。ケースが売ってるんで、あらかじめ大きいやつをだいたいいつも使うぐらいのサイズにも切り分けて、バンデごとに分けて保管してあります。これを取り出せばすぐに使えるという状況を作っています。で、ペーパーでそのまま、研いでいくのもいいんですけども、特に平たい部分ですね、平面につきましては、とか角の部分ですね、削りすぎて角角張ってないといけないところが丸くなっちゃうと、なんかこうボディのラインが甘くなってしまってシャキッと仕上がらないので、消しゴムを私はいつも使います。消しゴムにこうやってこうペーパーを巻いて、細かいところはね、どうしてもペーパー単体でいかないといけないところもあるんですけども、でアクセサリー類、指輪とかもね、できれば外しておいた方がボディに傷をつけなくていいです。はい、でもひたすらあとはもう磨いていってですね、このサフェーサーが取れればしっかりボディ層まで、ペーパーが届いて表面に、均等な傷がつけれてるということになりますんで、もうやっていきますね。はい、表面の元々の銀色が見えるまで、でこの時のコツは力を入れないことがコツになります。右手も左手も、私右利きなんで左手で押さえて、ボディを押さえて右手でペーパーを当てていくんですけども、ここでこう力を入れてしまうと、良くないことが2個あります。1個はボディに余計な傷がついてしまうことです。あとで塗装を重ねていってもですね、消すことのできないような傷が残ってしまうと、後々厄介なことになりますので、右手に力を入れないということですね。で、2つ目の良くないことは部品の破損ですね。右手に力を入れてペーパーを当てていくということは、左手にもそれ相応の力をかけないと、ボディを保持できないということで、そういうグッと力を入れてる時にですね、こういうピラーとか窓の枠ですね、細い部品があります。こういうところに指をかけたまま力がグッと入ってしまうと、部品を壊してしまうということになりますので、そういう観点からも力を入れずに研磨はしていた方がいいと思います。で、削れるスピードがどうしても遅くてやってられんという場合はですね、力を入れて強く擦るんじゃなくて、ペーパーの番手を下げてください。例えば600番にしてみるとか、800番にちょっと下げてみるとか、この一かきの削れ具合は番手で調節するようにします。そうすることで、部品の破損を防いだりとか、余計な傷を無駄につけなくて済んだりとか、作業時間が効率化されて
まあ、早く狙ったものができたりします。で、こういう段のとこですね、段のとことか角のところは変な方向でペーパーが当たらないように注意をしながら作業を行っていきます。角は角としてしっかり残しておかないとシャキッとした出来上がりは得られませんので、ちょっとだれたような緩い感じに出来上がってしまいますので、できるだけ角っこ、まあ、ポルシェはね全体的に丸いんでそんなに気にしなくてもいいとは思うんですけど、カウンタックとかですね、ちょっと古めのカクカクしたスポーツカーとかで、スーパーカー、その類を作る際はですね、角をしっかり残しておくということを最後まで貫き通せればすごいいいものが出来上がるような気がしますんでね、角は角でしっかりと残すと。で、実写にはないはずのパーティングライン、パーティングラインのちょっとことをお伝えしてなかったかもしれませんね。はい、実写にはないような突起とかですね、出っ張り線、そういうものをこのペーパー掛けでしっかりきれいに研ぎ落としておくと。となります。よいしょ。関係ないんですけど、実はかなり超えてきてまして、太ってきてまして、在宅勤務とかも相まって、デスク車はテレワークってやつですかね、ちょっとそういうのでですね、外回りの機会もちょっと減っていて、絶対量が、運動の絶対量が減ってましてね、ちょっとお腹周りがえらいことになってきてまして、で、ずっと前からね、家にバランスボールはあるんですよ。で、それを使ってね、ちょっと腹筋とかを最近始めたんですけども、それの筋肉痛ってちょっとやばいですね。寝転がってて起きんの、こう横向きじゃないと起きれん感じの、ちょっと痛みに今耐えながら作業してます。やりすぎました。ついついになんかこうはまるとこうガッとやっちゃうんですよね。ほどほどみたいなのがなくって熱しにくいんですけど、熱したら結構とことんやっちゃうタイプで、テスト勉強とかも思い返したらそうでしたね。やるまで全然やれないんですけど、やりだすと結構朝までできちゃいますみたいなタイプで、プラモデルもね結局今
取り掛かるのが遅いんですよね。まあ9時ぐらいに帰ってきて、なんやかんやうだうだしてですね、結局今夜中の12時半もうすぐ1時になろうとしてるところで、もちろん明日も朝から仕事があるんですけども、ついついねがっつりやってしまって、明日の朝に後悔するという、11時ぐらいに寝ればよかったという後悔をですね毎日してしまうんですけど、まあまあこんな感じですね。ちょっとね前面を動画にするとかなり長くなっちゃうんで、一旦この辺でよいしょ止めようかなとは思うんですけども、今ねボンネットのところと屋根ルーフのところですねをペーパー掛けを行いました。まあ均等にあの傷がついて、はい、表面が滑らかな状態で、ここもあの模様が見えますね。あのポルシェのマークの凸モールドがあったんですけども、ここはしっかりもう研ぎ落として、位置の把握のためだけに穴を開けてますけども、あのプラスチックの成形上模様はこういう風に見えますけど、あの目をつむってこうなぞるとちょっと穴が開いてるなっていうのは分かるんですけど、出っ張りはしっかりなくなってます。この隅とかにこうサフが残ってたら段差がまだ残っているという証拠なんで、それが消えるまで、一旦このグレーのサフが消えるまで研ぐということが必要になってきます。はい、でパーティングラインもうご存知の方がほとんどだったと思うんですけども、ご紹介をしておこうと思います。ここだけねちょっとねもうすでに研いじゃってるんですけども、いつだったかな、部品を洗浄するときに申し上げた通りなんですけども、プラモデルの部品は金型で、まあ、成形をされると、形を作られるということなんですけども、上型と下型、まあ、なんか横型とかもあるらしいんですけどもね、こうガチャッとこうかぶせた肩の間にプラスチックを流し込んで開けると、まあこの部品ができているという状況なんですけど、その肩と肩の間にはですね、どうしても継ぎ目ができるんですよね。タイ焼きとかでもあの側面にたまになんかでっかいバリみたいなのありますよね、まあ、バリができる箇所にあのパーティングラインはできるということで、大概、バンパーの下からこう上がってルーフのこの角を通って後ろまで続いていってます。でここで言うとこれですね、ピントが合うかがあれですけども、ああ見えますね、ここに線がピーッと入ってますね。あとこのウイングのここです、こことこの縁沿いにもずっと走ってるのが分かりますかね。でここですね、ここです、この辺こうライトの縁を通って下まで降りていってますけども、これがパーティングライン、実車にはない線になります。もちろんこれを残して塗装する方もいらっしゃるでしょうけども、まあ、ない方がより実車に近づくということで、こういうのは研ぎ落としておくという作業が必要になります。でこれを研ぎ落としに必死になるあまり、なんかバンパーの形が変わっちゃうとかそういうことがないように注意をしながら作業をしていくことになります。はい、ということでじゃあどうしようかな、一旦前面しっかり磨きを行って、次サフを塗るところからまた動画を再開したいと思います。次の動画で、ね、ご紹介をできればと思いますのでよろしくお願いします。このチャンネル をですねいいなと思っていただけました方、チャンネル登録またの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録と高評価のボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。